暑さの皆さん、どうもこんにちは。東京からやってきました斉藤慶です。よろしくお願いします。本日の1曲目、素敵な、女性ボーカルの曲を、カバーしてみたいと思います。366日という曲を聴いてください。皆さんの手使うやつもらってもいいですか？
パンの歌があるんですけども、ちょうど1年前の、この場所でパンの歌を歌ってたらですね、愛知県の、あれ新玉橋っていうところにあります、フジパンの、方がですね、その歌を聴いてくれて、何か一人でも多くの人に、この歌を、広められないだろうかっていうふうに、動いてくださった皆さんがいらっしゃいまして、フジパンストアの、反則楽曲に 使っていただいておりまして、なんと今日あそこの、1階のパン工場さんっていうフジパンのお店なんですけども、流れております、よかったらですね、ぜひ皆さん、俺の歌を聞いてもらいたいんだけど、一番はパンを買ってほしい、そんなふうに思っております。じゃあちょっとその歌やりますかね。ありがとうございます。ありがとうね。じゃあ、フジパンストアで、流していただいております。この曲聴いてください。スマイルパン。
テレビに出てるとか、メジャーだとか、そういう感じではないんですけれども、ライブを通して、一人一人の出会いを大事にしつつ、何より本当にこうやってライブをすることが大好きで、全国いろんなところでライブをしています。笑わないで聞いてほしいんだけど、小田和正さんがですね、僕音楽始めた時に、すごく憧れの人で、まだコネクションとかあるわけではないんですけれども、テレビで、憧れの小田さんと一緒に自分の歌を歌うっていうのが、僕の音楽の一番の、夢というのを、毎回のライブで、伝えています。なんか本当に夢が叶って、この曲を一緒に歌えたらいいなって、そんな風に思っています。次の曲はバラードなんですが、プロポーズがテーマになっている、ラブソングです。大好きな人のことを思い浮かべて聴いていただきたいですし、もし仮に結婚するという、もしそんな機会が、ね、皆さんの時間の中で訪れたら、この曲を歌いに行かせてください。なんかそんなような思いで歌います。じゃあメリー
Me というタイトルの曲を歌います。聴いてください。
実は明日も名古屋でライブがあります。神前図ミュージックバーボブというところで、斉藤慶主催のライブがあります。今日チケット3枚持ってまいりました。よかったらぜひ、楽しいライブになりますのでぜひ遊びに来てください。あと今日、スマイルバーメリーミーなど今から歌う曲ってか全曲、CD にしております。よろしければ、こちらで物販でこの後、CD 販売させてもらいますのでよかったら家でも車でも職場でもラジオ局でも、流していただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。本当にありがとうございました。また会いましょう。じゃあ最後に聴いてください。 To be continued。星の通り逆襲す一文字一文字の意味なんでかいギターと光さす音の向こうに僕の声で時を超えて今を放つ思い上がる生きることは僕開き直って大ざっぱに広げ